釣ってみせましょう。やりましたやりました。こんなのがジグで釣れました。ジグで釣れました。はい、こういうのが釣れました。こういうのが釣れました。おいおっと置いてくなって。これ置いてかないですね。なんだカレー。いや、おいしい。やっと釣れた。よっしゃー。なんか俺魚釣ってねえのに抜け出しましたね。抜け出しましたよ。やっと釣れました。めっちゃ嬉しいわ。釣れた。魚来ましたね。よし、竿投げしてよ。またなんかちょっと平ら場に戻したくなってきた俺が。本当ダサい。戻してないです。ちょっと心の声が漏れただけです。くるくるドン。こんかった。ドン。こんかった。カメって知ってます。全く同じことしてた。うるさいってマスオさんに言われた人。あの横で言ってたんですよね。マスオさんがやってる時にくるくるドン。そうそうそう。怒られてました、ね。うるせえ。知ってます。実は今入れた瞬間当たんねえかなと思って巻いてたの。あ、巻いですか。当たんないかなと思って巻いてたんです。当たんなかった。うん、であそこで今湧いたんですよ。タイラボ落としはすぐ湧くし、ジグ落とせばいなくなっちゃう。最初のポイントじゃない。やべえ、マミさん謝って。そんなガラガラな声じゃないです。釣っちゃダメって来るわからんわ誰も。これホムラちゃんの真似だと思ったんだけど。窓かダメってそんな感じじゃん、うん、悲しいよな。ホムラかわいそう。ホムラが一番切ないよな。私は何度も繰り返すっつって、うん、ごめん一連だそれ。ちょっと違う。私は何度でも何アニメもでも斬新ですよね。主人公が、うん、最後の最後まで変身しないっていう。いやでもだから、うん、本当になんかそのそれもそうだし、うん、窓マギのあのまあ劇場版抜きとして、はい、アニメ版のラストと今回の新エヴァね、うん、ラスト、うん、一緒。本当に俺もうモルかぶりしたもん。でも良かったですよね。あの今までエヴァって結構最終回やってもみたいな考えさせられることが多かったじゃないですか。終わってないからね、うん、何もね。おめでとうって何みたいな。急に綾波パンカチ出してくるし。でもなんか俺さあったのテレビ版。俺さ最後のさ、うん、その新エヴァのね、うん、最後というよりも新エヴァ自体っていうよりも、はい、うん、ジョハ9からか9から、うん、これネタバレになるけど言っていい？ああ、そのジョハまでにいた綾波がいないじゃない。 そこに、うん、存在してないじゃない、うん、で Q の最後にちょろっとロン毛の綾波が、はい、で帰ってきます。あれがきっとそうなわけじゃん。あれがそうでしょ。中入ってたエントリープラグの中にいただから、うん、そのなんか当たったの？綾波がいないっていうことが悲しい。俺綾波派だから、うん、だからそのジョハ級の時もなんでアスカ名前変えてきたとかも思ったし、それは最後であのなるほどってなる波の関係だとかっていう綾波式波巻波っていうのは、うん、なんか最初から考察はされてましたよね、うん、ただなんかねアスカが一番悲しいよね現実最終的には。そうえそうだったのって言いたくなるよね。
蒼龍も四季並みも悲しい、うん、なんかお母さんに捨てられたかなんか、うん、そんな感じですよね、うん、言えない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 、チーム来ねえかな期待してますよ本当に。いや、ダイツっていいんですよ普通にダメだよ、ダメダメだ、ダメだよ、死ぬ以外認めない感じになってきたよ、死ぬつってからにして、やべえ女王が起きた、やべえ出てきたあいつ降臨自分で言い出すぞやるぞこの人甘させんって面白いね甘何十年の人みたいな、そう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 よ、逆にさ甘じゃない人がどんだけおるんかって話した甘だからな、そうそう俺とかまだ半年だからなじゃあ完全負けとや先輩っすね大先輩で、下流隊の最高記録は測ってないけど60ちょい、あ、うん、もう全然だね一応僕4キロはお、差し込んできたぞ4キロは釣ったことありますでもうちらって隊の重さって測んないんですよね、だから僕いつも見てて何キロくらいだろうって思いながら見てる、まあ80超えてきたらやっぱ5は軽く超えてますもんね、でしょうね、不思議だよね、タイは全然重さ測らんよね、ですよね、平間さんが逆に長さ測らんもんね、そうですよ、重さだけやもんね、うん、あの関西の子たちがさメーターがどうだこうだとかよく言うさ青物で、はいはい、うちのブリも全く長さ測らない重さだけ、重さだけですね青物は、不思議よね、ほんと今日朝だけだった強烈な朝だけだった、昨日と同じ流れだってことは最後またあるのかな、いやもうないよ、はい、今日は当たる、当たります、うん、やべえやべえやべえ、あそこまたベイトだ、わすげえ、あれちょっとジグやらんでいいと、ほらあそこまたベイトバーサーの人が横開けちゃうか、なんだ飛び込んで捕まえてこいか全然潮若返んなかったね、おお、何何何、おおおおどうした、いや、絶対フグ、なんだ、何来たの、なに、ね、これおっと、やってていいよ、いや、いいよ、もう上がってくる、上がってくる、あ、サバとかじゃね、アジ、はい、誰、サバちゃん、アジ変わんない、変わんない、やっちゃった、はい、こいつじゃないお前じゃないんだ、じゃああげよう残念だけどお前じゃねえんだよ、やったじゃない、やったね魚釣れたじゃない ありがとうございますこんな嬉しいことないじゃない大きなサバじゃないしかも大きくもない別にあんたって本当バカ急に遊ぶ違うよ、今の私って本当バカをもじったの、あー、あ、そっか、あれか、サスカはあんたバカだ、そうそう、あんたバカ、あの今日は窓顔しだよ今日はエヴァ使わない、本当はガンダム使いたいんだけど誰もわかんないんだもんゼータでしたっけ好きなの、エウレカは見てないでしょ、見てます、レントエウレカすごい好きですよ、いいよね、あのなんか最後ね、やむところね、タルホさんが好き、タルホかっこいいよね、よっしゃよっしゃ、最後4キロ出しましょう、また来週ぐらいからボコボコ釣れますよ僕が帰ればいやだって今日僕の中で大量ですからねあでもあと誰かが1匹釣らないと目標なんだ、あ本当だ、うん、今日5匹だから合計
でも最後の手だと思ってた 45g をほぼメインで使う一日まさかの、まさかだよ。ちょっと上げてください。やべえ、やっぱり足りてんのかな。ラストじゃないみたいな。言え直すっていう。昨日もこっからですから。昨日もこっから。こっから今があるんちゃうんか、ケゴダンの奇跡が。ねえ、これさ、今気づいたんだけどさ、針がない気がする。なんで？ないない。ないよ。お前どんな奇跡やってんだよ。針ねえじゃねえか。いつからタッチオにやられてんだよ。いつからさ。あんた何なのさ。天才だ俺。今まであえて釣ってなかった。そういうこういう手口を。さっきのじゃなしでそうやってたの。ワームは？ワーム？ああ、いらん？いらん？どうよ。つける。どっち？いか。緑。緑ってお前ババさん信者か。割と。ババさん緑大好きだから。ほんのちょっとで針なかった時間。あ、じゃあ嘘。そうであってほしい。ジョーすげえな。東京湾のジョーすげえわ。言っても今日釣ってますしね。ほんと、いや、マジお前に来てほしい。ね、針つけたら釣れるっしょみたいな。はい、来たー、はい、はい、釣れたーって言ってほしい。なんか当たりそうなんだけどね、うん、悪くないんだけどな、海の雰囲気。いい重さ。当たりがあってもいいじゃない。釣れたっていいじゃない。それだね、それだね。終わりかい。難しいな今日は。俺なんだかんだあれ以降タイの当たりゼロだもんね。でもやっぱ貴重な一撃ですよね。船長、6月ってあんま良くないと。え、6月、6月どうだろう。6月結構 きついですね。へえ、あのタコに逃げて。ああ、タコ88杯。おお、やれるのか。おい、飛ぶぞ。ちょっと似てたな今。今完全に似てたな。長州力ですか。飛ぶぞ。分かっちゃったもんな。だってでも出ないんですよね、うん、大丈夫、あの下にいる。ジャストパー。ど真ん中入っちゃった。逃げるしないじゃん。ドバッと入れば。カモンベイビー。切るのに。切りもしないよ。下にいても良さそうなもやにね。よし。いや、ほんと下におって良さそうなもんさ。なくなった。消えた。沈んだ。なんかこう、ゼータガンダムのエマ注意のセリフが。よく私を見つけてくれてって言うんだけど、よくこんな傷を見つけてくれてっつって。僕はキュベレーが好きです。ああ、俗物め。キュベレーのパネルがなんか冗談みたいで可愛い。恥を知れ。やべえ、ハマン様かっこいいな。あ、ほら新幹線来た。本当だ。ああ、なるほどね。なんか新幹線っぽくないですか。確かに新幹線、うん、でもやっぱほら、前つまみにするじゃないですか。ダン。お、来た。お、お、タイだこれ。え、タイ。タイかも、うん、タイ、うん、タイっぽい。タイっぽい。え、肉はないんだけれど、まさかのチヌ。それはあんまり望ましくない。来たー。ナイスティー。
ナイスティー。しかもジグ。目は黄金かと思いきや。目はタイだ。確かに黄金に終わるべきだったね。ジグで来ましたよ。完璧。やべえ、ちょっと今日主役。あ、いい。あ、いい写真。オッケー。ちょっとこれ横持ちもちょっと待っていいですか。はい、イエーイ。オッケー。おー、嬉しい。タイいたよ。いたね。いや、俺のタイないっす。俺のはいない。ちょっとやば。いや、主役。完璧。あ、サバだ。アジだ。おー、え、そっち。ちょっと羨ましい。でかい。どっちがいい？マジ。すごい。ナイスティー。いや、ナイスティーだよ。うまい釣り方。じゃあジグジグ。いやいやいや。なんかじわじわ嬉しい。これ嬉しい。おいやいやいや。うう。やったよ。やったー。しかも綺麗。やったよー。あ、でも誰もわからん、これ。初めて途中。そっち。眠れないよ。うるさい。やっぱ船長、やっぱラスト流しやりますね。今日はこれで、お疲れ様で。これで、これで、これでね。締めて。お疲れ様でした。当たれ当たれはい、はい、お疲れ様でした。東京は釣れるじゃん。釣れてました。笑顔ですよ。なんか、いや、でも女王の朝の一撃さすがだったな。なんかもうなんか東京湾の女王だな、お前。すげえな。とんでもございません。そう。でもなんで最後針なかったの。あ、なんか食べられてたから。知らないし、気づいたらなかった。あ、そう。すごいよね。いやいや、でもなんかでも、ね、なんかでも魚種もね、意外と豊富だし。今日は多かったですね。当たりもね、だってホウボウ、サバ、アジ、バラサ、バラサ、うん、でタイでしょ。カレーも釣れましたね。カレーも釣れましたね。こっちも釣れた。7種目。なんか根魚はないんだけどね、いろんな魚釣れるし。うん、でもこれからカサゴも釣れる。あ、そう。おー。シーズン的にはいつぐらいまで、大体。でも年中やられてる。うちはね、一年中やってるんですよ。うん、一番特におすすめの時期とかありますか。また来ますから、僕。釣れる日がいい。それが分かれば苦労しねえよ。ちなみに今日、昨日と今日、僕2日間大量だと思ってますんで。ありがとうございます。はい、本当に本当に。ただもっと釣れるそうなんでね。のんちゃん丸さん、まあね、あの、これどこでしたっけ。大田区。大田区です、ね。のなんか場所、はい、簡単な場所どこですか。大田区のまあ羽田で、まあ、はい、まあ、あのホームページ見てください。一言ありますか。年間300枚釣る情報。もう無理ですね。はい、次は貼り付けます。いや、本当頼むわ。マジで。びっくりきたわ。張り出しで落としたやつ、久々見たわ。まあいいや。はい、今そんなことで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当釣れるから。来た方がいいですよ。ちょっと待って。ちょっと、最後に言わせろ。来週もう一回明石行く予定だから。待っとけよ。